牧場のぼり、別、熊牧場は、北海道のぼり別市のぼり別温泉町にある熊を、主に取り扱う動物園。ヒグマ博物館と、愛の資料館を併設する。1957年に、カモリ観光の前身である、カモリ産業が、第三セクター方式で、ロープウェイ、のぼり別温泉ケーブルを改良し、銅線が夏場に、海切りで、 太平洋の眺望を見込めないことから山頂に観光施設を建設し、集客を補う計画を立案し、北海道に生息している野生動物の保護と観察、研究のため1958年7月17日に開園した。当初はエゾヒグマ8頭を放牧していた。世界で初めてヒグマの多頭集団飼育に成功し、人工繁殖や冬ごもりの実験等と、 教育普及にも努める。熊のショー、アヒルの競争など、アトラクションも行っている。上り別温泉街からロープウェイで約7分、標高550メートルの四方霊、世界唯一のヒグマ博物館、クったら古展望台、リス村等が設置されており、その中で北海道のエゾヒグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、エゾリスの繁殖群を包養している。また、 本施設の周囲は、四骨東野国立公園であり、野生鳥獣も多くいる。秋の期間中に、どんぐりを持ち込むと、重さに応じて入園料が割り引かれるサービスが行われ、毎年、新聞紙上にて、どんぐりの募集が報じられる。このユニークな募集は、秋にクマたちにどんぐりを与えることが目的で、一トン以上集まる。この園では、 1> 第1位のオスヒグマノをボスと認定して発表しており、ボスがいれば群れが安定すると説明されている。1964年の初代ボスを太郎として2010年までに19代までのボスが数えられており、16代目の松は9年間、6代目のゴンゾーは6年間の連続認定記録を持っている。特に1970年から1976年まで選ばれていた。 ゴンゾウは、ボスとしての資質が備わっていたと伝えられている。その他、二代目石松。そのでは2011年からボスが不在であり、報道では24年ぶり二度目の陳次と報じられていた。2013年からは、大吉が二十代目のボスとして認定されている。熊牧場における、ボスに関する説明は、熊牧場を参照。オスの日本最高齢映像ヒグマ。 ロコを飼育した。愛称は、ロコ爺さん。ロコは人間なら100歳に近い高齢で、足と腰が弱っているものの、体長約210センチメートル、体重約320キログラムであった。2012年9月21日、ロコの敬老が祝われ、アイヌ民族のカムイのみが行われた。2013年1月に33歳、現役世代で最高齢となった。 翌2014年1月に記録を更新し、1月末から体調を崩し肺炎で死亡した。また、メスヒグマのピンキーとヨシコが共に、上り別生まれで、そのの歴代の最高齢とされながら、長生きした。体長約160から170センチメートル、体重約130キログラム。ピンキーは10頭、ヨシコは11頭の幸運だ。普段は永住者に暮らし、 飼育員に甘える。リンゴと酒が好物。3頭は恒例のため一般公開はしなかった。ヒグマ博物館世界唯一のヒグマ専門の博物館で、生後1日目から各世代別博生、骨格標本や内蔵書機関液心標本、写真パネルや声の録音テープなどによるクマの起源と歴史、世界の分布図、人畜の被害状況、冬ごもり中の博生、 熊の巣穴の模型などヒグマの習性や生態などの資料約500点を展示する。特に生まれたばかりの生後1日目の赤ちゃんヒグマの展示は珍しい。また、ヒグマとアイヌとの関係を紹介しており、ヒグマを捕獲する道具や檻などが展示される。牧場の歴代ボスの写真もここに前頭文が展示される。この屋上はくったら古展望台になっており、自然の風景や 日本屈指の透明度のくったら子を望める。アイヌの文化遺産を保存する野外博物館施設。明治初期のアイヌの生活様式を忠実に再現し、夏季のアイダビラ鳥町に、風谷からアイヌ文化の伝承者が常駐する。売店、工芸、アイヌ資料館、ポロチセの四棟のチセからなり、アイヌ資料館では、 アイヌの一生を通じた貴重な生活用具をヒグマ博物館内の資料と合わせて約300点展示しており、工芸地図ではアットシトウアイヌ工芸品の実演製造が行われる。1966年に茅野茂らの手により建造されたが、その後老朽化に伴い2017年にアイヌ資料館として用いられている一棟を茅野の次男である。 かやの白を二豚に愛の文化博物館館長を含む、カヤの観光により改築。その後計算カ年の計画で2018年度は、ポロ地セ、2019年度は、工芸地勢を改築。三代目、ゴンドラ、り別温泉の観光開発を目的に、四方霊山頂までの約1300メートルにロープウェイを付設。1958年より、四方霊周辺に、 熊牧場が開発された。外洋遠隔の森、別熊牧場を一躍有名にした熊の曲芸は、1995年の漫画クレヨンしんちゃんでその様子が描かれ、1996年5月3日のテレビのアニメ。しかし、2007年以降は行われていない。白い毛が NISAAKB48 にあやかり、メスの熊を対象に始めていった。 NKB センタークマ総選挙の結果がまとまり、初代センターの座をニーザが射止めた。メスのクマのみが飼育されている第二牧場内で観客席から約5メートル離れた餌を最も与えやすい場所、センターにどのクマが多く立つかを調べる内容。現在では毎年4月下旬から5月下旬までの期間で来園者による人気投票方式へと変わっている。 東野湖サミットでは、米国政府関係者、中国政府関係者が来園したことがある。2011年8月29日、観光庁の溝、畑弘市長官が、東日本大震災の影響で、外国人観光客が減少した温泉街を盛り上げるため、この園を訪れ、熊の着ぐるみを着て、上り別観光を PR している。ありがとうございます。